瀬川さん。あ、はい。言えそうですか？そうですね。何食べりゃ偉いや。おばあちゃんね、最近体の調子が悪いに。末期がんらしいわ。ゆうべ言った。なんか言ってた？別に。何なんだよ。でも、タミオさんはご自宅の方がいいんですよね。やっぱり、うちげで行きたい。ううん。映像を撮ってみたいの。おばあちゃんは、告知されてよかった？アイス買ってきた。にぎやかな生活に戻ってよかったか。うんうん。